どうもウエストランド井口です。ウエストランド井口のビール紹介動画でございます。はい、今回紹介するビールはこちらです。ダン、カブトビールでございます。はい、なんかねちょっとレトロなパッケージデザインになっておりますが、これもいただき物でして、そのいただいた形がですね、なんと、こんな箱に入ってる状態でいただいたんですが、もう分かりますかね、ここに書いてある通り復刻明治大正カブトビール、ビアグラスセットということで、瓶ビールが2本とグラスも入ってるのをいただいたんですが、こういった感じで、これね説明も書いてあるんですけど、この復刻明治カブトビールっていうのがですね、1900年、明治33年にパリ万博で金賞を受賞し、当時5大ビールメーカーの1社と言われたカブトビールを、復刻させたということになっております。復刻明治カブトビールと復刻大正カブトビールが、入ってたんですが、普段ね、あの芸人仲間とやってる井口ビール部の方で一つは飲ませていただきました。すごい美味しかったです。でこっちの方が、復刻明治カブトビールですね。まあより昔のやつを復刻させたという感じなんですが、早速飲んでみましょうか。ちなみにグラスもこんな感じでね、ちょっと分かりづらいかもしれませんけど、カブトビールのロゴと、まあ、カブトのマークがね入ったグラスもセットだったんで、これすごいいいですね。ちょっと飲んでみましょうと思ったけど、栓抜きだ、栓抜きがいる。よし、はい、早速開けます。よいしょ、どんな感じなんでしょうね。よし、このねグラスに入れたいと思います。あ、こんな感じか。復刻大正の方を飲んだんですけど、ちょっとだいぶ違いましたね、イメージと。こっちの方は、はい、まあ、黒ビールっていうんですか、黒ビールに近いもう色ですね。あ、こうするとグラスの感じかなりわかりますね。ではいただきたいと思います。いただきます。いただきます。あ、うん、なんか黒ビールっていうほどのすごいこう苦味とか独特の感じではないですね。あー美味しい。これどういうことなんでしょうかね、その時の本当に再現してんのかな。なんか軽くちらっと調べた感じだと、まあ当時はね、ほんと一杯飲むだけでもかなり酔っちゃうみたいな感じだったみたいな書いてあったんですよ。まあこれも実際、アルコール 7% とちょっと高めではありますね。うん。ただこれ復刻ってね、ほんと丸々再現してんのかな、当時の味とかを。うん。うまい。なんか、黒ビール、黒ビールはしてない。これどういうあれなんだろうな。まあ、喉でなんか、なんて言うんだろう。喉でごくりと飲むみたいなのをかぶるっていうんですかね。その、まあ、これ、愛知県の半田市っていうところのね、地ビールというか、クラフトビールというか、なんで、そこの言葉なのかわかりませんけど、単純に昔の言葉なのかわかりませんが、かぶるみたいなとこから多分かぶとビールっていうの来てるんですけど、これ、こんなのも入ってて、うん。見てください、半田赤レンガ建物、歴史を五感で味わう、多分ここでビール、このビール飲めたりとか、まあご飯とかも食べれたりとか、グッズあったりとか、まあ工場見学みたいなのもしつつ飲めんのかな、どうなんだろう。でもすごいいいですね。もう本当に毎回行ってるけど、地方のねビール飲むたびに行ってるけど、こういうとこ行って飲みてえもんな。早くね自由に行けるようになってほしいですね。美味しい。うん。まあでもそうか、アルコール度数はちょっと高めなので、うん、まあもう一個のやつとはなんか全然違うんですね、明治と大正で。もう一つの方がなんかもっと飲みやすくて、割とこう、うん、いつも飲んでるのにどっちかというと近い感じだったかな。
そうですね、この明治の方は明治の味、明治の息吹をお楽しみくださいって書いてあるんで、割と当時のやつを再現してるんですかね。大正の方はもうちょっと淡い琥珀色の味わい深いビールができました。ラベルも当時のラベルを忠実に復刻っていう感じですね。いやでもいいですね、このグラスもカブトビール全盛期に作られたビアグラスを当時のデザインそのままに復刻。あ、いいですね。なんか珍しいですよね、地ビールとかは前も言いましたけど、この法律が変わったりして少ない量でも作って売ったりすることができるようになって、地ビールとかね、クラフトビール一気にこう今みたいに広がっていったっていうのあるんですけど、この復刻っていうのはね珍しいですね。昔あって一時期なくなっててまたこうやり始めたっていうのは、しかも1900年ですからね。まあ明治っていうねだけあって相当前ですから。うん、なんか面白いですね、そういうの知れるだけでも。その時にこんなビールあったんだっていう知れるだけでも面白いですね。あとやっぱねグラスで飲むのいいですね、美味しい。うん、ちょっと飲んでいきます。お、ここに説明の紙もなんか入ってましたね。いや1900年にねパリ万博金賞受賞っていうのもすごいんですけど、まあとにかく再現したのか、多くの文献から味に関する記述や製造方法を集め明治時代のビールを復刻しましたっていうことなんで、復刻させたんでしょうね。現在のものより発酵前のエキスが多く黒ビールくらいあること。あ、なるほど、だからまあ黒ビールっぽい感じなのかな。また発酵終了後のエキスが相当残り、タンパク質やテキストリンが多いことなどから味は重厚で甘みの残るビールであったと思われる。色の濃い褐色色をした苦味の強いビールであったと思われる。まあ甘みの残るビールであったと思われるっていうのと、まあ苦味の強いビールであったと思われるっていうのは連続して書いてあるんですけど、まあなんか矛盾してるようですけど、確かにそんな感じなんですよ。うん、なんていうんですかね、うわ苦いなっていう感じではなくて、確かに甘みがあるような感じもあるし、まあビールならではの苦味もあるっていう感じですね。うん、あ、書いてあるのビールと日本人より、あ、こういう文献か。当時のビールはコップ一杯飲むとかなり良い、泡なども飴みたいに口の周りについて手につくとベトベトするぐらいであった。まあさすがにそこら辺はね現代風にこれはもうアレンジされてるんでしょうね。あー、なるほどね。明治末年以降ビールの味は今までのしつこさを脱して飲みやすく、したっていうことなんでしょうね。色も味も、褐色から淡い琥珀色になり、炭酸ガスも増えて心地よい刺激が喉をくすぐった。あ、まあ確かに炭酸感がそんなないからかな。うん、そうですね、そんなにはこうな今のビールのような感じではない。まあこれはかなり現代風にしてるとは思いますけど、ちょっとそういう感じなのかもしれませんね。うん、面白いですね、でもいろいろとこう知れるし。はい、ということであとちょっとなんで全部いただきたいと思います。うん、いやー美味しかったですね。なんか2種類全然違いましたね。一緒にというか飲み比べしても面白かったかもしれないですね、同じタイミングで。まあ大正の方が割とこう現代っぽくて、明治は昔こんな感じだったのかなっていうのをなんか思わせるような、ビールでございました。概要欄にね貼っておきますんで、通販とかでねおそらく買えるっていうことでしょうね。これいただいたわけですから、あ、なんかでも送ってもらったって言っちゃうかな、そのこの地元の半田市から。うん、そこで買って送ってもらったのか通販で買えるのか、ちょっとぜひ皆さんも調べてみてください。なかなかねこう昔のビールのことを知るっていう機会はないので、いい機会になるんじゃないでしょうか。ぜひねカブトビール飲んでみてください。グラスもついてるんで非常にお得ですね。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた何かしらの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。